上越ウィングマーケットセンターは、新潟県上越市にあるパワーセンター型のショッピングセンター。平屋のショッピングセンターとしては、当時国内最大級の施設として1994年にオープンした。砂利リ修行の新進商人の手動により開発が進められ、敷地の中央2700台収容の駐車場、その周りを取り囲む形で独立した建物の、 店舗群という形で建設された。上新バイパス沿いという立地で車で1時間圏の広域を集客対象としており、長野県や富山県の商業施設にも影響を与える形となった。安売りを重視したパワーセンター方式であり、当時国内ではベルタシングル、カウボーイ苫小牧店など数件の例が出始めていたが、投資設は カテゴリーキラーを集積させた本格的なパワーセンターとして流通業界から注目された。オープンは段階的に行われた。1994年7月の第一次オープンではカウボーイを核とする南側のエリアが開業。同年9月には地元専門店など43店からなるパティオがオープン。パティオは鉄骨2階建てのメイン棟など計5棟で構成されている。 同年10月には、平成、ホームセンターの書籍、CD 店、コメリのホームセンター及びインテリア、装飾店、アテーナ、管理会社ウィングの生活用品店、生活用品館がオープン。同じ SC 内にホームセンターが2店同時営業する、珍しい形態となった。同年11月には、ウィングの直営スーパー、ダイナマート食料品館、ラオックスのパソコン、 家電店、エドス、水沢家具が運営する生活雑貨店、ABC および家具店、水沢家具がオープンし、これにて全面開業となった。全面開業を果たした上越ウィングは長野県や富山県からも客を集め、近県からの観光バスツアーの経由地として設定されるなど賑わいを見せたが、1996年5月に上越インターチェンジを挟んだ北側に、 上越ショッピングセンターがオープンするなど、周辺施設との競争が激化。当初土日のみの営業だったカウボーイは、同年4月からは毎日営業に切り替わった。デベロッパーの新進商事は、1996年12月には、長岡市の長岡ニュータウン内にダイナマートや G、LO 本舗、ラオックスなどを核とする、長岡ウィングをオープンさせるなど新たな出店も、進めていたが、 財務能力を顧みない大規模な設備投資を続けたことなどがあだとなり1998年に経営破綻した。ウィングマーケット自体の営業は続けられたが2009年にカウボーイと水沢家具が撤退するなど店舗の変化が発生した。2004年にカウボーイ主導でオープンした入浴施設上越の湯も2010年に閉店し、 その後経営者を変えて再開されるも2018年に再び閉店した。なお、2012年2月には協定場がイフナ県売り場、オラレ上越がパティオ内にオープン。同年12月にはメガドンキホーテが水沢家具跡にオープン。2013年3月には県央地域で生産された食器、調理器具のアウトレット品販売店、ストックバスターズの2号店がオープンした。 北側 1km ほどの場所にはイオン上越店があり、それに隣接してユニクロやケーズ電機、ヤマダ電機など郊外型店舗が集積している。また、シネマコンプレックスの JMAX シアター上越もある。ありがとうございます。